の？愛ちゃんの神器を解放しちゃっていいの？はい、私の神器を解放してほしいです。解放って。バッサッ。何？すごい思いっきり。何してんの？解放していいっていうだろ。やめてよ。何？お客さんいっぱいいるから。解放。びっくりした。最低。こんなに派手にやられると。これダメでしょ。すごい。え、バカなの？なんか俺はめられたみたいになってんだけど。我慢できなかったですね。あれ？メダルは？ないの？むしろ出玉がこれだから。赤信号になってるんで。果たして愛ちゃんの神器解放のご利益はあるのか？なんだよこれ。当たれよ、ほら。よし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 。ここで勝負決めよう、ここで。あ、ヨタクさん当たった。多分今同じくらいか。ちょっとこっちが多いくらいだね。いやー、これ当たる。当たりそうだよ。さらに当たった。いい当たー。よしよしよし。スタッフさんが残念がっている。接戦模様の終盤でやはり成瀬持っている。今回もこの女が全男子の夢を阻むのか。一方の魚拓も今回ばかりはリベンジに燃えていた。やべえな、当たってんだっちも。いい勝負、いい勝負。頑張ってこれ。しかし成瀬、上乗せは1回のみで終了。一方の魚拓はまだまだ止まらない。終盤に来て上乗せ連チャン。ほら減らねえぞ。らさらにキッス我慢リベンジに燃える男はノンストップ。なんだ赤いのは。さあ限界を送るな。これおっしゃ、ほら、おお、カウントダウン始まった。おい、ここでとどめの神器解放。しょぼいな。これにて勝負あり。よくやった俺。この番組は開始のパスですね。